F-45P は、アメリカ陸、海、空の三軍及び海兵隊において、正式採用されている、インターミディエイトゾーン用現行型フライトジャケットで、ある。別名は MA、MA-2JCWFS という、45P の名が冠される、以前の最初基板から、見る J-83388A83388E までの、 各、スペックバリエーションがある。1973年、米海軍に先行採用され、1976年には、米空軍にも採用された。基本色は、他の装備品に共通する濃いオリーブグリーンとは、若干異なる政治グリーンだが、近年、砂漠地帯などの局地専用にデザートカラーのモデルも採用されている。 ほぼ同型のサマーゾーン用として、薄手の正式ジャケット、クマイナ三3 6 p が存在する。またサマーゾーン用のクマイナ三3 6 p には、全面ファスナー部分に、防風用の前立てがないなど、クマイナ四4 5 p とはデザインが異なる部分がある。グリーンブライヤー車、アビレックス車、イスラテックス車、アルファ車、プロパー車をはじめ、 様々な軍関連アパレルメーカーが製造、納品の実績を持つ。空母ロナルド・レーガンを訪問した、ジョー・バイデン副大統領、9-45P を着用している。米空軍においては1952年以降朝鮮戦争、ベトナム戦争を経て、長期間にわたり MA-1 がパイロット用の、主力ジャケットの座にあったが、9-45。45 P はその後継品である。米海軍において航空機搭乗員用に使用されていたジャケットズボン、つなぎ型のインナー、防寒用フードで構成されたウィンターフライングスーツの後継として開発されたコールドウェザーフライングシステムのジャケット部分をクマイナス 45P として採用されたものを空軍でも採用したものである。 機内火災時の乗員生存率を上げるため、シェルの生地には、デュポン社が開発した、難燃性素材、商品名、ノーメックスが使用されている。2011年の製造途中から生地が、ノーメックスからノボロイドへ変更された。当初、ジャケットの背面に、特徴的なアクションプリーツが採用されていたが、機内において、プリーツ部が、機材に引っかかるなど、 干渉の不具合が指摘され、実施をしていた部隊レベルで一時期この初期型のプリーツを縫い潰すという改良がなされたが、保安上の理由から B スペックの途中から全面的にプリーツが廃止され、現在に至る。また左袖のポケットに、ペントの落下防止のフラップを追加されたこともあったが、これも全軍にわたって行われたものではない。p には、 HCWFS という脱着式のフードが存在するが、これもあまり使用されることはなく短期間で生産を終了している。極初期型のモデルには、ベルクロ脱着式の内ポケットがあり、オレンジ色のレスキューパネルと呼ばれる布を収納するようになっている。通常、米空軍のパイロットは、フライトスーツの上にクマイナス4 5 p を着用し、 初装備を着装して機体に登場する。それに対し現在の米海軍の航空機乗組員、中でも、射出型座席を装備した機体の搭乗員は、搭乗時にフライトジャケットは着用しないのが基本である。海軍ではジャケットに、パッチを取り付ける、際の自由度が高い。そのため、規定が厳格な空軍や、海兵隊に比べ、海軍飛行兵が着用するジャケットには、 舞台賞の他に、戦績、経歴をあしらったカラフルなパッチによって派手なデコレートが施されていることが多い。9-45P は各方面の第一線で多用されており、米軍の兵坦局管理部から放出された中古品は非常に多い。品質は様々であり、新品同様のものが放出されることも珍しくないが、背面にアクションプリーツのついた。 初期生産型は珍しく、デッドストックあるいはそれに準ずる良好なコンディションのものはコレクターからも珍重されている。民生用については、アルファ社が米国国内で販売を行っているが、日本代理店では扱っておらず、並行輸入品が少量流通するにとどまっている。またレプリカについてものメックス繊維が高価ためにナイロンを代用したレプリカがほとんどであり、 アルファ社もまた、日本国内では、ナイロン製のレプリカの販売を行っている。民生品が国内で流通する以前には、東京ファントムやヒューストンなどから、アラミド繊維を使用したレプリカが販売されていたことも、あったが、オリジナルよりも高価であった。ありがとうございます。